ひなチャンネル。今日は新米おっさん冒険者12話反応動画ね。なんでこんな作品の反応動画を作ったの？いやいや、最終回が熱かったからついつい作っちゃったよ。私マジで見てないからコメントしないからね。なら実況民のコメントを見ていくぜ。それではみんなの反応どうぞ。最高の最終回やっていこう。あ、何か始まりました。天丼からららら46年前、ラスト口田明どこどこ、思考力が違う。月夜最終回、通常 OP 劣勢ですが、もしかしてリモンスター2期だった感じ。これもう異世界転生者だろ。この光景ハルクールくらいで見た記憶が。脳内で電動イカラカラ、リモンスターやん。ブロストン先輩の悲しき過去。多くは殴り合いの中で、強い。師匠私と近い世代なのね。ブロストン先輩の名付け親はブロストン先輩自身。自分で名前を付けたのか。最終は始まった寝てオプテリア隊中。孤独になってきた。思ったよりリモンスターすぎるだろ。リモンと番組間違えた。子供の頃のあんな見た目で強かったんか。和気あいあい、それともカズキあい、繰り返し。賢くなったせいで多く社会に馴染めなくなっちゃったのか。これもう異世界転生者だろ。だからウッキウキなんですよ先輩は。丸太は持ったな。丸太は持ったか。少し離れてる間に村が。うせやろ、一瞬で里滅んだで。村が壊滅してる。全く悲しみを感じなかったからだ。家族を失っても悲しみを覚えなかった自分に驚いたんだよね。俺は唖然とした。アニメをがばったからじゃない。アニメを実況できなくても何も感じなくなってきたことにだ。感情がなくなった。もしかして完璧超人か。それは最近街を襲っているというワイバーンじゃないか。ワイバーンズを。これが最終回おっさんか。え、オークが書物？面白いオーク。ゲンタ絶唱さんか。そういう類とは違うようだ。オークに理解のあるおっさん。なるほど、仲良い分。このシーンの声の重厚感すごい。一瞬で惹かれ合ってくさ。ソードマスターヤマと全てを終わらせるとき。おっさん同士惹かれ合ってる。お前かよ。200年前、伝説の5人だの5人の神聖だの。原作者様？え？勇者パーティーの人？ラインハルトのおっさんの顔ががっつり出たけど、それは違うだろ。著者。作者北ヤマと伝説の。初めての友から引き継いだ夢だったのか。作家さんでもあるの。人間と出会い、まさか実体験だったとはね。おっさんが始めた物語、孤独な多く、ブロストンよ。当事者の夢だったのか。オリハルコンフストを創設した。その二人からだったの？二人で設立したのか。その彼はどこに？ゲンタさんと三宅さんの低音二人よ。え、バーン。アリスレイト先輩かわいい。森林破壊、あの最終回温泉旅行は？堂々の漫画肉の山う。友から引き継いだ夢とは別の、めちゃくちゃ純粋な憧れだ。あの狩猟プランだ。そして考えたのがあの狩猟プランだ。殴り合いの相手を育てるためのプランだった。鉄球つけたまま火の海に飛び込ませるのはもう狩猟じゃなくて拷問なんよ。耐えたとはいえ死んでる。文房具屋で見たことあるノートで草。今日はブロストンが主役か。プランで育成されたのがリック。ブロストン先輩ウッキウキ裏話。そのための狩猟プラン、運命の出会いだね。オーク同士の殴り合いの代わりを人間でやるな。それ観客が一番思ってるよ。観客の方が長いと思ってそう。クソデカ団子虫。出たクォーターサムズアップ。覚悟を決めた。クォーターサムズアップ。うおーおーおおお。出るぞクォーターサムズアップ。そういえば勝負の前だった。温泉旅行には行けそうにないわう。ほほえんだリーネットさんかわよ。さすがにブロストン先輩も嬉しそう。礼を言うのは野暮か。ここから先は人間の言葉など不要。ここからは拳で語り合うのみよ。あとは殴り合うだけじゃ。クロスカウンターインシュッター。クロスカウンターって男の子だよな。おお激しい。観客なんも見えねえ。やばいぜ、結界破れるじゃん。腹パン。何が怖いだよ。何がトラウマだよ。いや、確実に死ぬことになるだろうから。逃げる気持ちも全然あっていいと思うよリックさん。脳筋っぽい見た目ながら、しっかり対話の可能なおっさん二人だ。かわいい。アリスレイト先輩かわいい。お前魔法もいけるのか。さすがに防御壁もヤバくなってきたう。風圧だけで防御結界にひびがう。魔法の栄翔が関西弁なことあるんだ。全員飛ばした？避難させたの？バリアが取りんと割れるアニメは名作。やっぱ壊れるんだあの結界。死人が出たら困るやろ。それでも実況は忘れないう。これは一体どういうことなのでしょうか。そういう風に対してるの。飛ばされても実況続けてて偉い。実況の鏡。殴り合いだ。提供のこのおっさんどこ行ったの。アバン長かった。障壁を直すんじゃなくて観客を避難させる崩壊。なんという戦い。アリスレイトは魔力使うとお腹空くのか。う、わたわたしてるの可愛かったなアンジェリカさん。そういえばよくサムズアップしてた。仮面ライダークーガも最後は殴り合いの戦いだったな。貴重な弾が。貴
重な多くの謎玉が、光子力研究所もバリアガパリに問われてたからな。アリスレイトさん無限にチューチューしてて可愛いね。殴った回数 vs 一撃の重さ。トカゲのおじさんも残されたんだう。スネープは取り残されてるの？マジで熱い分殴り合いすぎる。アーモウトウゲ城がめちゃくちゃだよ。あの数珠、回復効果を高める装飾品という設定。で、これ、ちゃんと優勝賞品もらえるのかな？半端ねえな。弾がなくなって雪の城からちょっと離れてしまった。クォーターサムズアップを対等な誰かとやりたいな。本当に語り合えてるのか。最終回がひたすら殴り合いなのがいい。やったか？さすがに会場が崩壊する様を見せられたら戦い見損ねたことより、命を救われたアンドの方が観客も大きいかう。コロシアムごと壊すなバカ。崩壊しても歌う。会場壊れてるの外から見えるのヤバすぎる。ここで諦めんのか。建物が破壊された。このままじゃ建物の外にも被害が出る。会場のそばにいたら普通に巻き込まれて死人でない？これ。まだ会場の形が残ってるだけよかったよ。ブロストン先輩、笑ってやがる。やっぱノーガードの殴り合いはいいな。もう帰って休もう。動く、まだ指が動く。動く、動く、まだ本気出してないぞ。本当の本気じゃないもんねー。かわいい。まだ本当の本気じゃない？本気出せるまでの工程が大変すぎるリップさん。ブロストン先輩を本気にさせることはできてない？スキル発動か。覚醒した。覚醒きたー。例のスキルきたー。発動、リップ様の固有スキル。スキルきたー。ここでスキル発動？仲いいな。まさか味方に使うとはなう。万有覚醒。技名フォント、セクレスソウルスター。少年漫画的展開いいねよ。わいわい、サプライズ規模がおかしい。クノアリスレイト誘おう。かわいい。強敵相手も必要なのか。覚悟を決めること。発動条件は石の力。魔力でも体力でもなく石の力セフィー資格。避難させたのにやばい。もっと遠くに飛ばしといた方が良かったんじゃない？ここからが本当の勝負だ。ここまでのことをしてくれる仲間がいる。師匠もめっちゃ嬉しそうだ。熱血すぎるぜ。孤独ではなかったのだな。二人ともとっくに限界を超えている。ここまでのことをしてくれる仲間がいる。俺はとっくに孤独ではなかったのだな。次の一撃で決まるおじさん、次の一撃で決まる。これで決着。熱すぎんだろ。おでこパシー。一撃で決まるって言いながら頭突き挟むの好き。頭突きは一撃に入りますか。クロスカウンター、それは男と男の魂の接続。頭突きからのクロスカウンター、これもう北斗の剣ラオウ戦ラストでしょ。どっち、まだ立ってる。余裕まだ立っている。勝てなかった。やっぱすげえな。ここまでやっても勝てないのか。すげえブロストン先輩すげえ。両者ノックアウト。お前の勝ちだ。白身百連の覇王ポーズどうやめろ。もうブロストンさん広いんだよ。気合と根性、覚悟が何よりも勝るね。苦しい感じ好きだわ。熱い A パートだったぜ。よし、あとは温泉旅行行くだけだな。ひたすらおっさん同士が殴り合う最終回だ。今裸姿のリーネットが見えた気が。 B パートは温泉ですよね。B パートは熱い温泉会ってことでいいのか。今起きた。クオクオはベルト邪魔だろ。ベルトそこに置くの。チャンピオンベルトあるやん。ちゃんと生きてた。3日も寝てた。なんでアンジェリカさんまでおるん。以前固有スキルを使った時は1週間寝込んだ。3日で起きたのは特訓のせいか。燃費悪すぎる。おお、チャンピオンベルトが。これでリーネットさんと温泉旅行に行けますね。試合に勝ったけど勝負に勝ったのはリックだ。これ絶対譲らへんねん。勝てる気がしねえ。パイセンはあそこから30回は全回復できた。30回はフル回復できる。あそこから30回フル回復できたの。リックは試合に負けて勝負に勝った。試合に勝って勝負に負けた。にちって笑い方かわいい。いいパーティーだね。オリハルコンフスト、なんて良いチームなんだ。オリハルコンフスト、そういうことだぞ。パーティー合体か。下地アンジェリカさん解説助かる。ではいただくとしようか。温泉旅行確定じゃないですか。代わりの金色の玉を偽物と取り替えた。私は見なかったことにしますわ。偽物。そういえば最初の目的だった。ラインハルト様、固有スキル便利すぎるだろう。長生きの固有スキル、まだ生きているの？逃げるんだよ締め切りから。逃亡中。締め切りから逃げるなう。固有スキル万能すぎる。固有スキルで生きながら得ている、とは。ラインハルトさん200年前からずっと生きてる。ほんの締め切りに追われていて逃亡中。繰り上げでう。繰り上がりでチャンピオン。繰り上がりチャンピオンは嫌だな。チャンピオンもトカゲもいいキャラだよな。剣闘士登録抹消される2トップと、繰り上がりチャンピオンを拒絶する3ユー。ケルビンもこれでチャンピオンになっても納得せんわな。弾復活してる。建物の修繕費ヤバそう。いくらなんでも買いすぎですわ。ファンボとファンがう。壊れた数珠買い直したのかな。ご近所あるのか。
もう食べてる。アリスレイトちゃん可愛い。俺の夢は叶ったぞ。あの辺境にご近所があるのか。ブロストンさんキラキラしてる。行っちゃうの。ここで別れるんだ。お土産を業者が言う。さっきより箱増えてる。下地紫のバージョンじゃないじゃん。口笛の OP 新しすぎるだろ。ブロストンに狩猟を所望。そしたらあの地獄の特訓が追い越せるか。アンジェリカさんもたくましくなったね。アンジェリカ、死ぬ気言葉通りか。ローライズすぎる。ほぼ S ランクの E ランク。2800キロダウ。むちゃくちゃな数字を言えば面白いわけじゃありませんのよ。視聴者の代弁者やめろ。アンジェリカさんのツッコミ好き。ごもっともなツッコミで爆笑してる。魔法かけられる馬がかわいそうだよ。馬がめっちゃたくましくなった。動物実験だろこれ。馬に強化魔法。非常識はお腹いっぱい。温泉旅行来たー。温泉エンドカード頼む。リーネットと温泉旅行。さあ、温泉の時間だぞ。ニューヨーク来たー。温泉旅行ちゃんとあるー。イメージだけなんですか？うおーおーおー。めっちゃ日本みたいな温泉なんだう。テレ東海のある温泉カットだ。今から青春もいいけど、今から温泉会を刻みつけろよ。メジロマックエインとかけがえのない時を過ごした。アリスレイトさんの温泉も。アリスも温泉入りたい。入ろう入ろうよ。アリスレイト先輩の入浴シーン、私も見るに耐えない表情なう。リーネットにかけっこ。100倍はガチで死ぬぞ。狩猟100倍だ。負けたら狩猟100倍よ。喋ってる余裕あるのかな。歌詞も追いついてきたう。串田明 OP あった。OP 歌付きでも流れたう。じゃあの。じゃあね。リネットちゃん続婚でとても良い。勝ったのはお前だ。カタクナなブロストンパイセン好き。まるでリネットとアリスレイトが俺らにまた会おうねって言ったのかと。また食べてる。2馬車の馬に強化魔法かけるの染めてみた。冒険者たちいい。いい最終回だった。まだ終わりじゃない。俺たちの戦いはこれからだ。いや良い最終回じゃった。なんだかんだで綺麗に終わっちゃったな。諦めるかそれでいいのかんなわけねえだろ。温泉会新米おっさん、今期のナンバーワンバトルアニメ。マジで新米おっさんがここまで面白くなるとは、全然予想できなかったわ。提供、始まった時は、また無双系かと思ったけど、いろいろ振り切って貫いててなんだかんだ面白かったな。トンチキ枠だと思ったらこんな熱く面白い展開だとは、素晴らしいお話でした。いい最終回だったなー、ありがとうございました。クォーターサムズアップの目に提供合わすなう。視聴者参加型2024年夏アニメランキングの投票を募集しております。概要欄に URL を貼っているので、ぜひ皆さん投票をお願いしますね。みんなの反応はここまでです。おっさん同士の熱い殴り合いの最終回、本当に熱くて見応えのある作品だったな。初めて少しだけ見たけどよくわからんかったわ。うちは途中で見るのやめちゃうだろうなと思って第1話から見始めたけど、意外と面白くて満足できました。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。